大学病院で働いていた5年前、ある妊婦の命を救えなかったことが原因で訴えられた雪宮鈴。時を超えた今、SNS に人殺しという誹謗中傷コメントや盗撮画像をばらまかれ、自宅まで襲撃された鈴は、姿を現さない、その男、の存在に怯え震える。一方、愛する鈴を守るため自宅へ駆けつけた一星だが、自分より先に来て、傷だらけで鈴を守っていた深夜の姿を見て思わず激高。親友、春のことも救えない自分の無力感も相まって、火のない鈴に八つ当たりして飛び出してしまう。翌日、頭を冷やした一星は、鈴にちゃんと謝ろうと、彼女を星空デートに誘う。しかし、待ち合わせ場所で鈴が目撃したのは、車の中で桜にキスされる一星の姿だった。そんな中、遺品整理のポラリスの社長、北斗千明のもとに一通の手紙が届く。差出人は、桜を産んだ母親。そう、北斗と桜は実は血がつながっていない。桜は北斗の元夫の連れ子だったのだ。海外に完全移住するため、最後に自分が産んだ娘に一目会いたいと訴えるその手紙を、葛藤に苛まれながらも桜に手渡す北斗。身の母親に会うべきか、会わないべきか、答えが出ない桜は、突然、鈴に会いに、マロニエ産婦人科医院に訪れる。さらには、ピンク頭のチャーリーと、元レディースの看護師長、犬山の知られざる過去も明かされて。一方、出会った日のように無数の星が輝く空の下、一緒に暮らそう。鈴は俺が守るから、とまっすぐ思いを伝える一星。ガラスも割られ、帰る家も失ってしまった鈴は、そのまま一星に全てを委ね、共に暮らすことになる。そんな最中、一星と深夜が居酒屋でまさかの鉢合わせ。ライバルシーンをむき出しにしまくる一星だが、一瞬の星のように唐突に、二人はお互いの存在を確かめ合う。しかし、ついに鈴の前に、あの男が姿を現す。